然ニュージーランドカンファレンス青手青だと全然違くて面白いなみたいな、なって同じスーパーラグビーとは思えない。だからオリジナルルールがついにできてる。にわかスーパーラグビーファンということで一緒に学んでいきましょう。ようこそ三浦恋の部屋へ。今日も張り切ってまいりましょう。今日はですね、7月の4日土曜日の夜に今撮影しておりますが、なんと、昨日からですねこっちも始まったぞ、スーパーラグビー2020オーストラリア大会。今回はですね、青手アロアみたいな難しいのがなくですね、そのまんまオーストラリア大会ということで始まりました。もうニュージーランドに続きオーストラリアも始まったということで、もう楽しみがまた増えたなということでございます。で、ですね、まだ全部見れてないんですけど、開幕戦を見たのと、あとは結構またオーストラリア独自のルールがあるので、一回これで皆様にこのにわかスーパーラグビーファンとしてはですね、皆さんと一緒に勉強するために動画をこのタイミングで撮ろうかなと思っておりますので、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いします。で、この大会に、本来だったらサンウルブズがギリギリまで出ることを交渉してたと、いうことで残念だなと思いました。昨日の試合見ながら、うわこういうチームとね、また日本ができたら最高に、サンウルブズができたら最高だったなと思ったんですけど、まあ言ってもしょうがないので、でその解説がですね、スーパーラグビー の最後のヘッドコーチだった大久保直也さんが出てまして、まあ思い出深く話しておりました。でさすがそのオーストラリアカンファレンスのことだったんで、すごい詳しかったんで、いろんな選手の裏事情とかチームの裏事情とかも解説で楽しめるんで、ぜひJスポーツとか入られてる方は見てみてください。オーストラリアカンファレンス楽しいっすよ。なかなか全然ニュージーランドカンファレンス青手青だと全然違くて面白いなみたいな感じで思いましたということでございます。いろいろ今日ちょっと話が散漫になりそうなんで、概略編ということで、まあ皆さんに押さえてもらいたいところを、僕なりにまとめてみたので、ぜひお付き合いくださいということで、すいません、参ります。まず、1試合しか見てないんですけれども、今までニュージーランドカンファレンス、あるいはニュージーランド大会、青手アロアを3週だから計2ヶ月6試合見て、もうこっちは完全に青手アロアモードになってるんですけど、そこに大会が始まったっていうことで、まあ違う新鮮な気持ちになるんだろうと思ったんですけれども、もうなりすぎましたね。なんかもう全然同じスーパーラグビーとは思えないっていうぐらい全然違う大会で、だからこそごちゃ混ぜにニュージーランドカンファレンスとオーストラリアカンファレンスの強豪チーム同士、今日は試合出てないブランディーズ対クルセイダーズとかの試合とかがやっぱ盛り上がるのかななんていうのも個人的には思いました。でまずはですね、思ったのは青手アロアに比べてですね、正直言ってまだ仕上がってないなという感じが しました。だから荒削りですし、チームとしても多分戦略とかを狙ってるんですが、ミスも多かったですし、あと後半がですね、もうみんな足が動いてないという状況で、うわこれはもう辛そうだなみたいな感じで、まだラグビーフィットネスも含め、これのこのチーム、オーストラリアの国内のチームがこの仕上がりだから、もし本当にサンウルブズがもうギリギリ無理やり入ったとしても、多分相当厳しい戦いにはなってたな、なんで正しい判断だったなとは寂しいけど思いました。まあね、レッツに比べてワラターズの方がコロナ前の時に期待されてたんですけれども、まあいまいち結果出てなくて、ランキングで言うとですね、青手アロアと同じようにちょっとランキングの方で説明させていただくとですね、一応ですけどコロナ前ってもう全然みんな試合数も違うし対戦相手も違うから、一応ランキングとしてはあんま正しくないんですけれども、ただ一つの目安としてお伝えしておくと、一応ブランビーズがまあ5勝1敗の1位と、で、レベルズが日本勝ったところですよね、が3勝3敗で2位と、昨日試合したレッツが2勝5敗で3位、2勝5敗で3位です。で4位のワラターズが1勝5敗で4位で、で、まあ、最下位というか5位がサンウルブズで1勝5敗と、いうことで、まあつまりオーストラリアカンファレンス自体が厳しいなと
あの南アフリカカンファレンス、ニュージーランドカンファレンスに比べてちょっと3位から負け越してるっていうようなところなので、まあ、ちょっとチーム自体は厳しいなということ で、あの僕も勉強不足なんですけれども、オーストラリア代表って今本当に過渡期らしくて、ね、もちろんあのワールドカップ優勝した時もありますし、僕が現役だった時ってなんか知んないけどオーストラリアから学ぶみたいなイメージが強かったんですけれども、今本当にちょっと辛い時期で、っていうのはオーストラリアって昔から、まあ、こっちもプロなんですけど12人制ラグビーとかがあって、結構有名な選手とかがなんかそっちの方がお金がいいからじゃないんですけれども結構行ったりしてたんですけれども、ただ今ニュージーランドとかはもう結構15人制の方が人気だみたいなところがあったりだとか、南アフリカはあんまりそっちの話聞かないなってあるんですけど、オーストラリアはやっぱりあの人気を二分してるっていうか分かれてるんで、今日もせっかくあの開幕戦だったんですけど、まあ、めちゃめちゃ会場がでかいっていうのがあるんですけど、もう観客全然入ってなくてですね、こういう状況なんで、もうニュージーランドのアオテアルアの開幕戦なんて大変なことになってましたから、もうみんなもうソーシャルディスタンスってなんぞやみたいな。で、一応オーストラリアカンファレンスの方は入場制限をしてるみたいなんですが、その入場制限しているところまで全然行ってないということでございます。で、あともう一つはね、あれらしいんですよ、結構今回のコロナの問題も含めて結構あの選手の年俸を大幅にカットしたっぽいんですよね。いろいろ多分その運営上とか経営上の問題とかもあると思うんですが、でそうなった時にですね、優秀な選手がたくさんフランスに行っちゃってるということも言ってました。まあワールドカップの時はもちろん戻ってくると思うんですけど、やっぱ国内のリーグでどんどん人材が流出しちゃってるっていうところもこの英雄問題っていうことであのちょっと丸つけちゃったんですけれども、まあ15人制ラグビー自体がそっちと人気をちょっと分けちゃってることでお客さんも分かれちゃってるし、あと選手も分かれちゃってる。それに加えて15人制の方の今回のこっちのスーパーラグビーの方が、まあ、経営なところが多いのか、報酬カットが結構他の国よりも結構半端なくてですね、だから優秀な選手がフランスで活躍の場を変えてるということで、結構いろいろオーストラリアの問題を抱えてるのですが、僕ら一ファンとしては十分楽しめたのと、なんかですね、これは個人的な意見なんですけど、ニュージーランドのアオテアロアに比べて、なんか僕の現役時代の目指してたっていうかやってたラグビースタイルに近い、まあ、それって言い方変えるともしかしたらオーストラリアのラグビースタイルって若干古いのかもしれないななんて思ったんですけれども、なんかそのオフロードパスとかも少ないですし、なんかもうあのフォワードバーンバーンバーンみたいな、で普通だったらもう今とかって真正面でぶつかるとエネルギー使うから、やっぱ少しでもずらして堀江選手みたいにねずらしてこうやってオフロードパスとかが主流なのに、もう頭からバーンバーンバーンみたいなのが古いのか僕は大好きなのかちょっとわからなかったんですけど、まあちょっと、まあ、結論から言うとニュージーランドのアオテアロアとこちらのオーストラリア大会もう全然別物として楽しめるかなっていう感じがしますということと、でさっきの英雄問題の流れじゃないんですけれども、だからやっぱり若手がたくさんいて、今日とか もうめちゃめちゃ若手が多かったみたいで、19歳とか20歳とかが多いからなのかなんですけど、もうちょっとねこれが気になるな。もうすぐ小競り合い始めて、あ、ラフプレーじゃないですね、もう小競り合い、喧嘩がすげえ。まあ落ち着いてよって思っちゃうんですけれども、あの結構ラフプレーが目立ってて、なんてニュージーランドのアオテアロアは紳士なんだって思っちゃうぐらいな感じがしましたっていうのが見ての雑感でしたが、多分どんどんこれから精度が上がっていくと思うので、ただ今のこの荒削られな試合を見るのもまあね楽しいかなという感じがしますということと、あと皆さんもちょっとあの最初に話しておきますが、皆さんご存知、土日にニュージーランドが1試合ずつやってますよね。 でオーストラリアはですね、昨日見たっていう通り金曜日にやるので金土とやるんですよ。だから金土日
ラグビーの試合が見れるとあいうことなんですが、土曜日は2試合で、本当に今僕楽しみにしているクルセイダーズとアイランドの試合、すいません結果言わないでくださいねってすいません相当時差あるんですけれども、これ帰ったら、この撮影終わって帰ったら見ると思ってるんですが、つまり土曜日は2試合ある で昨日の僕1試合しか見てないんで、まだもう一つオーストラリアの試合があるということで、もう楽しみ増えたぞということで、皆様お付き合いいただければなと、一緒にこの機会に学びましょう。いやね、選手名で言ったらもう全然わかんないんですけど、やっぱりオーストラリアの代表をずっと支えてきたやっぱマイケル・フーパー選手がもう本当フランカーでね、もうワラターズで本当に素晴らしいな、この選手はもう絶対日本でやってくんねえかなっていうのとか、あとはデュポー選手、レッツの3番、もうめちゃめちゃスクラム強くてもう50キャップあるらしいんですけれども、なんつうんですか、もう本当にだらしないっていうかイエローカードもらってるんですけど、もう本当にすいませんね、これちょっとあれですけど、もうキック蹴った後にレートチャージってアンスパーあるじゃないですか、で蹴った後にこうやってバーンって相手にタックルしちゃいけないっていうのを一回そのトゥポー選手取られたんですよね。それからまた20分後ぐらいに全く同じ反則をやってて、さすがの審判も検証することなくいきなりイエローカードみたいな、ああいう感じでしたが、まあそういう、でもそういう魅力的な選手がいたり、リアム・ライト選手か、レッツのキャプテン、うん、フランカーとかナンバー8やる、もうこの選手も絶対次のワールドカップ出てくるんだとか、やっぱりニュージーランドとはまた違う楽しみがあるし、オーストラリアもやっぱ強くなってもらいたいなって、なんていうんですかね、僕の現役の時ってなんか知んないですけど、オーストラリア式っていうか、結構オーストラリアの練習とかサインとかそういうのが影響を受けてたんで、やっぱ僕思い入れ深いんですよね。でオーストラリア合宿っていうのもありましたし、うん、ニュージーランド合宿、南アフリカ合宿なんて なかったんですけど、オーストラリア合宿、オーストラリアで学ぶと、エリーから学ぶみたいな感じでしたけれども、そういう意味では今ちょっと低迷してるのが寂しいなっていうことなんで、一緒に僕も毎週観戦するんで強くなってもらいたいなと思います。試合を見ての雑感はそんな感じですが、オーストラリアもなんでこういうことするのかな、どうなんですかね、もうだからオリジナルルールがついにできて、どうなんですかね、すいません、スーパーラグビー詳しい方教えていただきたいんですけど、オーストラリアのオリジナルルールが世界のグローバルのルール適用されることって今まであったんですかねとか、結構こういうのあんのかなとか思ったんですけれども、すみません、ちょっとその説明をさせていただきたいんですけれども、なんと今回のこの大会からオーストラリアの国内大会っていうこともあって、試験的だと思うんですけど、新しいルールがいくつかできましたので、それをご説明させてください。なので試合を見ながら、あ、これねっていうことを、一緒に見れば、なんだなんだ、ちょっと普通のと違うぞとかいうことなくすんなり入ると思うんで、ちょっとだけお付き合い聞いていただけたらなと思います。で、早ければキックが一番でかいんですけれども、皆さんこっちからこうやって攻めてる風に考えてくださいね。左から右に攻めてるして考えた場合、今まで皆さんはこれもご存知だと思うんですけど、 22m の内側から蹴ったら別に直接出てもタッチキック認められて敵ボールのラインアウトになると、ペナルティじゃない場合ですね、っていうことと、ただ自陣から出て 22m の外から出てキックでした場合は、ワンバウンドか、必ずバウンドさせないと、ダイレクトで出ちゃうと蹴ったところに戻されて相手ボールのラインアウトっていうのは、これ皆さんもご存知だと思うんですけど、なんとそこはですね、今回の大会から変わったと、いうことなんですが、1個はですね、まずこっちからの方が分かりやすいですね。22メートルの外から蹴って、まあもちろんダイレクトキックは今まで通りダメなんですけれども、こうやってバーンってワンバウンさせてツーバウンドしてパパパパって出るキックって結構スーパーキックじゃないですか。ちゃんと敵の裏を見てね、やんなきゃいけないキックなんで、これ本当に高度なんですけど、まあ皆さんとそう言ってた通り、あれですね、ボーデンバレットが
サントリー行きましたね。今日はその話はどうでもいいんですが、どうでもよくないんだけど、また別の機会にお話しますが、ボーデンバレットとかすごいうまいんですよね。絶えず見てて、あとダンカーガとかもいつもそういうところを狙ってて、ウイングの頭を越したりしてその陣地を取るキックなんですけど、なんとこの今までの陣地を取るワンバウンドさせるキックで出た場合、マイボールラインアウトになると。なんでこんなことしたんだろうみたいな感じなんですけれども、だから今までわーすげー前出た、陣地回復した、まあだけど敵ボールラインアウトだけど、そこからなんとかちょっとプレッシャーかけてもう一回迷子にするぞみたいな感じだったんですけど、なんとこのオーストラリア大会ではそのスーパーキックが生まれた場合はマイボールラインアウトになるということでございます。これはね、どういう意図狙いがあるんだろうな。であともう一つは、今まで通り自陣 22m の内側から普通にキック蹴ったらもちろん敵ボールのラインアウトなんですが、同じようにワンバウンドして出たらこれまたマイボールラインアウトになるっていうね、という感じで、もう始まる前ドキドキしてたんですよ。どんな展開になるのかなと思ったんですけど、すいません2回って書いたんですが、80分間見させていただいて、このキック2回だけでした。2回で、こんなにないもんなのみたいな、もっと頻繁に起こるんじゃねえのかなと思ったんですけど、もしかしたらキックの精度が低かったのかな。まだ特に今日ワラターズとか結構、まあこれレッツが勝ったんですけど、最後の最後逆転、お互いなんかシーソーゲームでワラターズのキックの精度が異常に低かったんで、そこがちょっと負けの要因だと思うんですけど、だからこれもしニュージーランドカンファレンスっていうかアウテアラーに対応したらどうなんだろうと思ったりしたんですけど、まあ一応こういうルールがあるということと、あとはキックに関してはだからこうやってスーパーキックになるともうマイボールラインアウトになるっていう、もうあと今まで結構ピンチだったクイックスローイングとかもなくなるじゃないですか。だからもうちょっとこれはどうなるかっていうのは今後また見ていきたいなと思います。でこれゴールラインドロップの導入って、これ実は僕他でも聞いてたんですけど、何気にこれ北半球がこういうのやりたがってて、というのはですね、今までまたちょっとまた分かりにくいかもしれないですけど、こうやって攻めなきゃいけないのに、敵がこうやってバーって来て、プレッシャーでバーって来て、あやばいと思ってもうタッチにも蹴れないってなった時に、こうやってインゴールに戻してボールを抑える時ってあるじゃないですか。いや例えばキックがこうやって飛んできて、ここで味方が抑えたらドロップアウトになるんですけれども、なんと今まで自分たちが持ち込んでインゴールに置いた場合っていうのは5メータースクラムで、敵ボールのスクラムで厄介だったんですよね。それがですね、なんと1回だけありました。マイケル・フーパーが超ピンチに戻って、ここら辺でボール拾ったんですけど、敵のプレッシャーがすごかったんで、やっぱインゴールに置かざるを得ないって言って置いたら、なんとここのゴールラインからドロップキックで始まったということでございます。これはなんかね、藤島さんが言ってたような気がするんですけど、どうやらこれ北半球が結構発祥のルールっぽいんですけど、スクラムは減らしたらいいらしいんですよね。やっぱ危険だし、やっぱりスクラムって組み直しとか結構多くて、時々だらけの時あるじゃないですか、だからその試合のテンポを上げるためにも、できるだけラグビーのルールからスクラムを減らしたいみたいな動きがある中の一つの試みとして言われてたことなんですが、ニュージーランドは有利しかとしてなんですけども、オーストラリアの今回の大会ではこれが適用されることになったということでございます。でもこれも1回しかなかったですね、こうやって見るとなんかじゃあもっとあるのかなと思ったんですけど、結構ないんですね、こういうスーパーキックとか、あとピンチでちょっとインゴールに置いてしまうみたいなこととかっていうのはそんなないんだなっていう感じがしましたが、まあまだ1試合なんで、これからどうなるかっていうのは引き続き皆様にレポートしていきたいなと思います。そんな状況でまだまだ、すいません、1試合ですし、僕もそんなになぜこのルールが導入されたのかも含めてちょっと勉強不足で、これから勉強していきますけれども、どういうプレーがこれから理想なのかとかも含めてちょっとまだ全然見えないんで、そこは皆さんと一緒に学べたらなと思います。でそれと最後ちょっと大事な話っていうか、アウテアロアとの違いは、佐野の大好きなプレーオフがあるみたいな感じで、
上位3チームですね、ブランビーズ、レベルズ、レッツ、ワラターズで、サンウルブズじゃなくて2017年までいたって言われてるホースの5チームのうち3チームだから2チームだけ1回落とされて、そこはあのニュージーランドと一緒でホームアンダーウェイ全試合全総当たりなんですけれども、その2チームが落とされて3チームがトーナメントでやって、まあお約束の、これはもう野球の日本シリーズとかと一緒ですよね。1位はもう決勝だけで、2位と3位が1回戦って、これでガチのナンバーワンを決めるという大会で、ちょっとニュージーランドのアオテアオロアといろんな意味で違うんですが、あとやっぱりプレイヤーの質とか、あとプレースタイルとか、いろいろ違うんですが、なんか2つ同じスーパーラグビーだけれども全然スタイルも違うし、ルールも違うし、でこのでも2カ国が、まあ、間違いなくオーストラリアはもうちょっと踏ん張ってもらいたいんですけど、次のワールドカップでもどう考えても上位を沸かせるチームになるのは間違いないので、今のうちから僕も見ていきたいなと思います。ということで、にわかスーパーラグビーファン三浦オーストラリアが概略編ということで、ちょっと見たざっくりの感想、まあ、特にニュージーランドのアオテアロアとの違いと、あと皆さんにこれは知っとかない ともしかしたら混乱されるかもしれないということで、オーストラリアオリジナルルールっていうのを今日はお話しさせていただきました。まあ、これからレビューとかもしていくと思いますし、まだまだ本当にニュージーランドに比べてもっと全然知らないんで、選手いろいろ勉強して、お伝えしていくので楽しみにしていてもらえればなと思います。ということで、いいです、にわかスーパーラグビーファンということでもう命名しちゃってるんで、一緒に学んでいきましょう。ということで、本日もお付き合いいただきありがとうございました。もう今からハイランダーズとクルセイダーズの試合が楽しみすぎるぞということで、ちょっと最後負けになったのは申し訳ございませんということで、今日もお付き合いいただきありがとうございました。それでは参りましょう、レッツラグビー。